帰ってきた。マザーとファーザー。二人から奪った鍵では、首輪を外すことができなかった。その答えを求めて、この町へ戻ったが、両親を失った盗賊団か。まずは、様子を見てみよう。相変わらず、汚い町。町の不臭に紛れ、かすかに懐かしい匂いがした。タバコの匂い。ピルロ。会っとくか。黒蛇墓地。蛇にとって死は身近なもの。死んだ者は皆ここに埋められる。マザーの計らいだと噂されたが、私はそうは思わない。私たちの死を悲しむ存在なんていない。使い捨ての命に不相応な優しさを蛇たちはただ受け入れていた。ピルロもきっとここに眠ってるはず。また仲間が死んだ。他の盗賊団の仕業か。おそらくな。最近また見ねえ奴らがうろうろしてんのさ。くそ、親たちはいつ帰るんだ。マザーとファーザーか。親たちが後継者を探してたのはこのためだった。蛇ってのは自分の死期を悟るんだと。親なしじゃ俺たちはそういや、お前マザーのお気に入りだったな。黒蛇は俺がいただく。邪魔者はいらねえ。俺が新しい親になってやる。あらら、お盛んだこと。親が消え、蛇も荒れてるのか。やれやれ。そこ、どいてもらうよ。新しいファーザーさん。おねんね。ピルロ。ただいま、ピルロ。私は親たちを殺したよ。あんたはどうしてた？なあ、ソロネ。
俺は盗賊団で成り上がり、金が欲しい。うまい酒とタバコを味わって、でかいベッドで眠る。くたばるまでの間、目いっぱい楽しむだけさ。いいね。お前は何が欲しいんだ、ソロネ。私は欲しいもののために戦ったよ。だけど、まだ盗めてないの。ねえ、ピルロ。どこにあるのかな？何か、掘ってある。始まりの場所で待つ。なぜピルロの墓に。誰が掘った。何のために。始まりの場所。始まり。急げソローネ、そこまで追ってきてる。くそ、血が止まんねえ。最悪だぜ。黙って走って。どうしたスキラッチ。あかねえ、クソ扉が開かねえんだよ。あれから全て始まった。あの下水道の扉、なぜ鍵がかかっていた。敵が出口を塞ぐためだったとしても、経路は無数にある。全ては塞げない。現に敵は別の出口で待ち伏せてた。仮に私らへの妨害が目的じゃなかったとしたら、なぜあそこに鍵がかけられてた。あの扉はなんだ。両親が持っていた鍵、もしかして。さて、ほい、それ。悪い子につける薬はないの。あいにくね。あの時、開けられなかった扉。
下水道の先に谷も。ここ。ここは。こちらの番だな。私の獲物だ。行くよ。そこ。私の番ね。冷やしておくわね。ここからだ。さあ、行こう。行っといで。どうしようかしら。はっ、それ掃除する。よし、こちらの番だな。やっ、かんこつ行くぞ。いただき。さあ、行こう。行っといで。ここからだ。まとめていくぞ。出番。さて、忌み火何時に宿れ。縁がちょう。どりゃの番だな。どうしようか。はっしゃー。掃除するか。遊びは終わりだよ。いざ。行こう。
く来たの。あなたは？わしはただの案内人じゃよ。ロープウェイ、一昔前の代物でな、骨董品じゃ。これに乗ってみたいかね、お嬢さん。どこへ行くの？行き先は故郷じゃ。故郷？誰にでも帰るべき場所はある。選ぶことは誰にもできないがね。望むなら案内しよう。切符はいらんよ。いい音じゃろ。巻かれたネジに歯車が噛み合い、ゆっくり回る。まるで何かを巻き戻すかのようにの。おしゃべりなんだね。語るのは案内人の仕事じゃ。おじいさん、誰かに似てる。でも、誰だっけな。心当たりはないが、ゆっくり考えたらいい。時間ならある。このロープウェイが作られたのは随分前じゃ。地図にも記されないある小さな町への道としてな。乗ったものはそう多くはないが、わしは皆に同じ話を聞かせてきた。聞かせてよ、おじいさん。聞かせてよ、おじいさん。そのみんなに聞かせた話ってやつ。老人の話を聞いてくれるか。優しい人じゃ。優しくなんてないよ。でも何か話してないと落ち着かなくてね。遠い昔、あるところに愛し合う男女がいた。だが悲しいことに二人は敵対する国の王子と王女じゃった。やがて二人をめぐり、互いの国が戦を起こした。多くの人が死んだ。それは凄惨な戦じゃった。それで王子と王女はどうしたの？互いに国を捨て逃げた。たった数人の家臣を連れてな。王女は身ごもっていた。他に道は選べなかったんじゃ。悲しい話。続きは？王子と王女は人知れず深い谷に身を隠し、数名の家臣たちと共にそこで暮らした。ロストシード、それが町の名じゃ。着いたな。案内はここまでじゃ。この先に
と君が望むものがある。ありがとう、おじいさん。思い出した、あなたに似てる人。マザーズガーデンの守衛さん。はて、知らんの。遠い親戚かもしれん。血が似れば顔も似る。元をたどれば皆同じ誰かの子じゃ。そうじゃろ、お嬢さん。私の番ね。やらきゃ。おや。はっ。やるじゃん。そうくらいな。いざ。行くわよ。はっ。それ。あるじゃん、応酬。こちらの番だ。私、引き手加減なしよ。ごめんなさいね。止まるわけにはいかない。ここで読む。いざ。私の獲物だ。どりゃちらっ。
ガオここは古い町。こんなところで赤ん坊の泣き声。行ってみよう。これ。いただく。願い、坊やを。え？殺して。お願い。坊やって、この鳴き声の赤ん坊のこと？城の中から聞こえてくるみたい。ここに一体何が？ここからだ。まとめていくぞ。
頼もしいわ、ソローヌ。アラリューズ、行くわよ。こちらの番だな。せっ、止めだ。掃除する。私の番ね。の番だな。富国の誇りとともはいい、剣が錆びる。身は片付けなきゃ。
相手になろう。どうしようかしら。ライデン、ランジに怯えよ。私の番ね。えい、それ。行くぞ。まとめていこうか。ほよ。どうぞ。さあ。いざ。いざ。出番か。
スを行くわよ。ライデン、サンジに怯えさあ、遊びは終わりだよ。行くぞ。とどめだ。さあ、行こう。いただき。私の番ね。はっしゃー。眠ってなさい。立ち止まるわけにはいかない。遊ぼう。私の番ね。ライデン、サンジに怯え。ここからだ。相手になろう。行くぞ。使おうかな。さあ、行こう。急いで。さあ。行くよ。そう。どうしようかしら。ライデン、サンジに怯えよ。おや？
ちら。とどめだ。世辞はいい。剣が錆びる。止まるわけにはいかない。私の番ね。王の一戦。行くぞ。これでどう？そうだ。そこ。私。どりゃ！腹減った。よく来たな。会いたかったぜ、ソローネ。ピルロ、嘘、どうして俺がピルロに見えるか。今な、ちょうど坊やが泣き止んだとこなんだ。よちよち、かわいいだろあなたは誰？
フィルロにそっくり。でも何かが違う。ああ、ピルロじゃない。俺はクロード、ピルロの親父だ。墓のあれな、俺が掘ったんだ。よくここまで来たな。やっぱ優秀だぜ、お前。さて、何を望む、ソローネ。自由。黒蛇を抜けて自由になるため、ここへ来た。へえ、そいつはいいな。俺は訳あってちょいと長く生きてる。命ってのは無駄にあっても持て余すもんでな。俺な、死ぬことにしたんだ。でもその前にこの世に残すことにした。こうさ。こっていいよな。もう一人の自分みたいでさ。親の代わりに後の世界を生きてくれる。俺は残したかったんだ、最高の子。幸い俺には時間がたっぷりあった。で、無数の女に子を産ませた。何人何人も何人も。最近じゃお前が知ってるやつもいるぜ。ピール、スキラッチ、どうに。マザー、ファーザー、黒蛇のやつ。そしてソローネ。嘘。みんな俺の子さ。お前の母親はいい女だった。誇りに思えよ。種の数が揃ったら次は選別だ。優秀な種を選ぶため互いに争わせることにした。黒蛇はそのための場所さ。俺が作った。そんな。そしてお前はピルロを殺し、マザー、ファーザーを殺し、ここへ来た。生き残ったのは優秀な証だ。お前の旅は選別だったのさ。俺の種のな。楽しんでくれたか、娘。争いは繰り返されてきた。何だろうか。ここまでたどり着いた子はお前が4人目だ。前の3人はここで死んだ。俺の。最後の選別だ、ソロ。お父さんの
殺してみなさい。私の出番か。どうしようかしら。はっ、それ。いざ。行くわよ。生きてかげて救いの手。になったな、ソローネ。マリエッタに生き写しだぜ。その臭い口を閉じなよ。胸くそ悪い。いい子だ、ソローネ。さて、ふっ、やっ、来るの？ふっ、私の獲物だ。ふっ、こちらの番だな。まとめていくぞ。さあ、行こう。やるじゃん、王子。しっかり。ありがたい。行くわよ。これでよし。行くぞ。殿のために。行くよ。投降しエベルよ。さて、この手で荒漁師行くわよ。おや、
の誇りとともに。満足できた。ソローネ、お前が俺の最高傑作だ。嬉しくない？俺の懐に首輪の鍵がある。持ってけ。知ってるか？盗めないものの話。この世にはどんな凄腕の盗賊でも盗めないものがある。決して盗めないものが。聞かせろよ、お前の答え。答えは明日よ。奪うことはできても盗むことはできない。決して。やっぱあいつの娘だな。悲しいの。死んじゃったもんね、あなたのお父さん。そして私のお父さん。まただ。巻かれたネジに歯車が噛み合い、ゆっくり回る。まるで何かを巻き戻すかのようにの。ここじゃ命はタバコだ。すぐ吸い殻になる。ソローネ、お前は何が欲しい？似合ってるよ、ソローネ。初めて見た血はどうだった？たった一人のママなの。お願い、殺さないで！見事だ、娘よ。生きたいなら殺せ。やっと俺も父親になれたか。悪くねえ、娘を持つのも。ソローネ、できるなら幸せになってね。私のように生きちゃいけない。ソローネ、笑ったわ。でもどこか悲しそう。お前に似てるぜ、マリエッタ。
ねえ、クロード。知ってる？盗めないものの話。凄腕の盗賊でも、絶対に盗めないものがあるの。それは、人の中にあって、目には見えないの。聞かせて、あなたの答えを。答えは、本能だ。人は血の命令に従うだけさ。いい種を求めて生き、死ぬ。その鎖を外す鍵は盗めない。永遠に。そうね。また笑った。ようやく私は望むものを手にした。これから私はどこへでも好きに走っていける。好きなように生きていける。だけど待ち焦がれたその景色を、血の匂いがする。